はい、どうもこんばんは、沖縄おばばでございます。こちらの動画がね、今日の最後の配信になるかと思います。はい、えー、まあね、最後は、はてさてメモさんからですね。これね、今朝朝ですね、えー、1日のうちにもう何件もね、えー、50ですね、5等ですね、5等事件が起きていますよということを、 私言いましたが、裏があるかもしれませんよということで、表があれば裏があります。はい。えー、何がかと言いますとね、これ実際に今、アメちゃんのオークランドで起きていることです。はい。オークランド。えー、このね、ゴー、ジューですね。ゴー、トーですね。はい。ゴー、トー。事件が、 多くなりすぎて、現金決済を拒否しているお店が増えているそうでございます。わかりますよねこれ。あの、現金決済をなくそうという動きでございます。その裏に、理由にね、理由付けされているのが、 強盗のね、増加でございます。ということでございます。つまりね、現金がね、置いてなきゃね、ごうも入らないでしょう。っていうことですよね。でもって、向こう側は、皆さんも知っての通り、デジタルなね、通貨に無理やり移行させようとしております。はい。 いわゆるね、センターのね、バンクのデジタル通貨でございますね。あちらの方への移行を、躍起になって押し進めていますよということです。つながってきませんかっていうことですね。はい。えー、このゴーの塔ですね。わざとゴーの塔がね、 多く出るような環境にしていくんですよ。はい。そういう環境にしていくんです。わかりますよね。はい。わざと不景気にさせて、えー、物をね、えー、流通させないようにしてね、そして、えー、生産も減らしてね、えー、こういうふうなね、環境を作るんですね。はい。 そうするとどうなるでしょうかもちろん生活していけない人が増えてしまいます。そうすると短絡的な人はゴーのトをね、やるようになるんですよ。はい、こういったものが増えてきて、そのうちに企業主はね、事業主はね、 えー、ごめん、うちの店でちょっとね、現金扱ってないんだわーっていうことになっていくということで、自然の流れでございます。で、あちら側の目的が達成されるというシナリオでございますね。わかりますよね、皆さんね。もしかしたらですよ、日本で起きているのも そういうことかもしれませんね。はい。なんて言ってもね、今後税金をまた上げようっていう話ですからね。そしたらますます苦しくなりますしね。こういった号の塔ですね。する人たちも増えますからね。自然の成り行きでそっちの方向に持っていくかもしれないですよっていうね。えー、そういうシナリオが 存在しているかもしれませんよということです。えー、一応ね、この記事もど,ど、どっかにね、はい、ぺったんこしておきますので、皆さん見に行ってください。そういうことかもしれません。今日も一日お付き合いいただき、ありがとうございました。そしてね、皆さんまた、えー、今後ともね、よろしくお願いいたします。明日も元気なお顔で、 皆さんとお会いできることを楽しみにしております。心から感謝でございます。沖縄おばばでございました。それでは皆さん、良い夜をお過ごしくださいませ。